教員養成セミナー2月号「パワーアップノート」教育心理1の解説を始めます。講師の古川ですすよろししくお願いいたしますでは最初に教育、えー、と発達の基礎というところからいきましょう。でいろいろ要点が出てきますのでそれをもう一回確認しましょうということなんですがまず最初のスライドプラスもマイナスも発達となっております。 発達というのは必ずしもいろいろなことができるようになるというようなプラス方向だけではないんです皆さんはまだプラス方向ばっかりでしょうだけれど皆さんのご両親考えていただくとかつてできたことがちょ,とちょっと不得意になってみたり時間がかかったりというようなマイナスの方向もあるんですねこれを全部合わせて今は単に発達ではなくて障害発達っていう言葉を使う これが一般的ですつまり発達を生涯全体における連続的な変化として捉えようとする考えに基づくものですですから今人生100年ですねそうすると皆さんはその中のまで5分の1ぐらいプラス方向でもこれから先マイナスの方向にもなるということも捉えて考えていただければありがたいです で、採用試験でよく出てくる問題で、発達に及ぼす遺伝と環境の影響ということです。まず、最初遺伝か環境かというと2つ理論が出てきます。ゲゼルの遺伝説は成熟説とワトソンの環境説です。で、ゲゼルの方、これはキーワードいくつかありまして、一卵性双生児あるいは階段上り、こういうところから彼の理論だっていうことがわかると思うんです。 発達は遺伝で全て説明ができるということで彼細かな発達状況を調べてくれたのでそれが発達診断学につながりそれがさらには発達検査に繋がってきますただ遺伝だけで説明はつかないですもちろんその極端なものがワトソンですがワトソンの言うように環境だけが発達を規定するわけではないですね そうすると遺伝か環境かではなくて、遺伝か環境かに加えて遺伝も環境もどっちもっていうのであるとステルンの複層説が出てきます。このグラフよく出てくるんですね。これが遺伝の影響、これが環境の影響、でこのように見てください。例えばここのところずっと見ますと遺伝が8割、環境が2割、真ん中のところだと遺伝と環境がプラス半々。 こちらに来ると遺伝の割合が下が下ってきますね。このように遺伝の影響と環境の影響が加味されてそれが修練した結果が発達となって現れてくるという単純な遺伝と環境の折衷案これがシュテルンの副創設というものだったんです。でこれに対しし、てもう少し ちょっと違う視点から考えました環境の質が重要だ量ではなくて質だよって言ったのが前線の環境域地説でこのグラフがよくテキストに載っていますで、今回はテキストに載っているグラフに少し補助線を加えておきました縦軸は可能性が顕在化する比率でゼロから100%になってますそのちょうど50%真ん中のところに補助線を引きました 補助線を引いて、それぞれの直線、あ曲線との交わる交点が四箇所出てきますから。そこからさらに下に矢印を下げました。で、これで彼の言いたいことが分かってきます。ちょっとあの線が重なって見えにくいですけども。特性のえ、身長、背の高さっていうのは。交わったところからここに来ると、環境極めて良くないですね。それでも出てくるんです。つまり、ここが環境の行き地。 ここをええてしまえば発達は顕在化するんんだよというんですでも特性の B 知能テストの成績なんかはちょっと環境がもう少し良くないとダメですねこここよりこちらに来ななければ発言しない学業成績はさらにこっち極端なことを言えば絶対音感などは遺伝的な可能性があるだけではなくて環境が極めて良くないと難しいよということで遺伝と環境の相互作用という というとこのジェンセンの環境域地説が出てくると思ってくださいとなると遺伝か環境か4つありましたね4つの中でどちらか一方っていうのがゲゼルとワトソンその両方大事だよって言ったのがシュテルンとジェンセンでシュテルンの方は遺伝と環境のいわば量的な関わりを大事にしたものジェンセンは環境の質的な大事さそれが影響するんだよっていうことを唱えたっていうのてで 違いがあると思ってください。で、このような発達時代の影響を強く受けているんです。それが発 加速減少その中で、えー、と体格などの身体面の発達これが全然どん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 早くなっている年々これが成長加速現象らに第二次成長などの性的な面の発達が早まっていることを成熟加速現象この両方合わせて発達加速現象と言います。 つまりこの現象は発達が環境の影響を強く受けていることを示すもの。ということは私たちこれから教員になる者にとっては子どもたちに適切な環境最適な環境を提供することが大事になってきますの、ね、で遺伝と環境の影響を考える時の一つのエピソードとして発達加速現象を考えてみましょう。 私たち成長するとともに発達するとともに各発達段階でいろいろなことをやっぱり身につけていかなければいけないそれをハビ・ガースというこの方がアメリカの中流の過程を念頭に置いてもう昔々ですけども発達課題というものを唱えています指摘しています。健全な発発達達を遂げるために個々の発達段階で耐え 生しておいた方が好ましいことこれが発達課題発達課題を唱えた人ハビガーストと,と言いますでこのスライドでは各発達段階の中から児童期のものだけ上げてみました小学生の頃遊びを通じていろいろな身体技能を学習するあるいはいろいろなものに対して健全な態度制約割り 学校の基本的なことあるいは社会集団を作りますからその集団を維持していくために必要なことこのようなものを自動機に学ばなければいけないこれをきちんと学んでいると青年期の発達もスムーズにいくよというのが、まあ、ハビガーストの考えだと思ってください。 で発達の最近接領域、非常にこれ出題頻度も高いもので、ビゴツキという人の名前と一緒に理解しておいてください。矢印でずっと書いたんですが、これは発達の過程、時間経過だと思っていただければいいです。でここも太い矢印のところ、ここまでの難易度、難しさであれば、子どもたちは独力、自力で解決可能なんです。つまりここが現在の発達水準になります。 学校で言えば基礎的な問題ですねでも基礎問題が終わったと最後の方に少し応用問題ついてますねあの応用問題って何かっていうとここからここ白い矢印のところ何かしらヒントがあれば解決でできるんです自力では難しいかもしれないけどヒントがあれば解決できるよでもここから先はどんなヒントがあっても難しくてちょっと無理。 ちょっと無理というところと現在の自力で解決できるところのこの差この領域ここをビゴツキーは発達の最近節領域という名前で呼びましたこれはレディネス準備制という言葉がありましたねレディネスに先回りする教育 レディネスができたそこまでしかやらないのではなくて少し先まで刺激を与えてあの発達を加速しましょう勉強も進めていきましょうというそのような教育感発達感に立つものこれが美語付きその背景になるものがこの発達の最近節領域ですお名前この名称よく覚えておいてくださいでは以上で終わりにいたします